こんにちは、ブルーホースです。ということでね、今回はアートワークを全部揃えることができたので、まあ皆さんとゆっくりと鑑賞していこうかなというふうに思います。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、で、お好きな飲み物、食べ物をご用意しながら、まあゆっくりと鑑賞してってください。はーい。僕もコーヒー飲みながらやってるんでね、はい。真夜中にコーヒーを飲むとどうなるか、覚醒作用が働いて眠れなくなるというね、まあいっか。はい、じゃあ行こう。ということで、なんかこう説明文ってあんのかな？こんだけか。ズーム、あ、できるんだ。え？平行移動。あ、ズームして平行移動ができないんかい。はい。まあ、レオンですね。これはまあ、もう原作と変わんないって感じですね。うん。で、続いて。これがね、ほんと、なんでパンツになっちまったんだろうか。スカートでいいじゃんって。黒タイツは結構好きっすね。アシュリー・クロアヘン。あ、ちょっとこれ抜きにしよっか。ね、あっても意味ないもんね。そうね。はい。あー、まあでも、ノースリーバーたまらんかったよね。ルイス。いやー、このルイス、イケオジだったよね。イケオジってか、俺より年下なんだよな。28歳でしょ？なんか、ちょっと上に見えちゃうんだよね。なんか、人生何でも経験してました、みたいな感じのね。まあ、これもでも、原作と大きく変わらない感じのスタイルでよかったっすよね。で、エイダ、これは変わりすぎ。もう、おっぱいが変わりすぎ。本当に。ね、あのチャイナドレスで登場してたらもう多分タリマがやばいことになってたと思うんですけどね。後ろ、あれちょっと待って、ここのさ、出ないか。カーソルが出たらわかるかなと思ったんですけど、真ん中の背中向けてる写真のちょっと下行くとさ、あれ赤いパンツ履いてるように見えない。お尻が見えててさ。そういうとこばーっか目が行くんですよね。で、ハニガン、あれなんだ、パンツスーツだったんだ。てっきりスカートかと思ってた。タイトスカート履いてるのかなと思って、シックスの時そうじゃなかったっけ。赤いメガネが似合う女性ってすごい、なんか、賢いし美人っていう、あれだよね。あ、地味にあれだね。時計がこっち向いてるね。針が。うん。で、武器商人は、え？どういうこと？右上の、あれを、スーツケースを開くと、机になるっていう仕組みなのか。へぇ、賢い。あ、それで移動してたってことなのね。あれでも、武器商人って複数にいるっていう設定じゃなかったっけ？違ったっけ？気のせい？まあ、上、足ないね。どこやったんだろう。あー、なるほど。うおー、中国みたいにチキン切ってる。あれ、意外と右のおばあちゃん。おっぱいあるね。原作なかったよ。原作じゃねえや。実際出てきてるのか。真ん中、カーネル・サンダース来たな、おい。で、あれか、左のやつが輸入業者で。輸出業者かもしんないな。で、仕入れて。で、一口サイズに、右から2番目のおばちゃんがカットして、で、右の人がコネコネしてって、ケンタッキーの出来上がりやないか。ね。あれ、競争だね。はい。3人真ん中にいるうちの左下ね。こういうなんかさ、女性、ちょっとなんか、可愛いなって思っちゃうのはもう、これはあれだね。俺のもう、性癖だよ、言わないか。まあ、趣味だよね。うん。右のやつがね、結構鬱陶しかったよね。なんか、鍵じゃらじゃら鳴らしてさ、なんか、頭、偏頭痛が起こるみたいなね。東京リベンジャーズの集まりみたいな。こんなんだっけ？東京リベンジャーズ見たことないからわかんないんだけどさ。まあなんかヤンキー漫画に出てくる集団の集まりって、今回のやつらやべえのしかいねえな、本当に。防弾チョッキ着て、ルシファー抱えて、ねえ、顔は見せましぇん、みたいな。ああ、はいはいはい。なんかこれ、今回タイプ ABC じゃなくて、ちょっとややこしい言い方、言い回しに変わってたよね。これ何だったっけ？あ、そうだよ。グアダニアだ。これあった方がいいか？ガナード戦って、ガナードジャケット村人。ねえ、グアダニア。で、マンディーブラ。え？手ぶらみたいな。ね。で、真ん中に、こいつもなんかあれだね、組み付かれた時に、G 生態みたいに爆弾食わせるみたいな、そういう対処の方法とかがあったら、ちょっと面白かったかもしれないね。まあでも、そういうアイテムの持ち方じゃないもんね。破片シルダー投げるとかね。で、こいつが、アラニャ。アニャだったら可愛いんだけどな。こいつは可愛くないね。こいつのせいでアシュリー爆死させてしまったからな。今回こいつも結構活躍、で、まあ、だから全体的にさ、虫が活躍する瞬、プラが活躍する瞬間ってあったよね。あ、これシンプルに大男なんだ。じゃあもう俺はスケさんでいいや。うん。これどういう仕組みで回ってんだろうね。真ん中はあれだよね。小さいエンジンでデデ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 
戦争男は原作以上にやばいよね。もうなんかすでに一仕事終えてきましたみたいな
こう血の返り方してるもんな。で体力が高いと。で今回さ、その原作の場合さ、あこいつが布かぶっただけだなみたいなガナードいたじゃないですか。今回これ該当するガナードがいないもんね。あの一般のガナードの中に。ただのチェーンソー男として単体で出てきたら、よりその、あ、特殊変異体なんだみたいな感じがするよね。出た、コルミロス。こいつの変異体まだちょっと倒してないんで、そろそろしばきに行っておかないとね、こいつを倒さないと、あの、フィギュア揃わないんですよ。フィギュア揃ったらね、皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですけど。で、あ、出た出た。こいつにやられたらマジで、もう、やったわーって感じだったわ。なんかこいつをナイフだけで倒さなきゃいけないっていうミッションもあるみたいなんで、それはまあ裏でやっていこうかなと思います。はい。で、あ、出た、アルマデューラね。こいつさ、頭、しばけばいいと思ってたんだけど、最初、すごいな、右の絵。うん。あの、ちゃんと寄生虫を攻撃しないと頭カポンって外れてくれないって、そういう仕様だったんですね。それちょっとそれ知らずにやっちゃってたんで、あ、恥ずかしいや、恥ずかしいやってとこだったっすわ。はい。で、ノビスタドールですね。なんか、小さい子供が万歳してるみたいな感じになってる。あのね、右側のさ、白いドクロの絵みたいなのあるじゃないですか、白く描かれてるやつ。あれね、生後からだいたい半年、まあ一年くらいはこんな格好で子供寝てますよ。おお、またぶっぴろけておてて上にピーンって伸ばしてね。それが可愛いんだ。こいつは可愛くねえんだ。うん。あて、リヒェナラドール。今回こいつの動きむずかったわ。なんかさ、ゆっくりゆっくり歩いてたじゃないですか、原作の時って。だけど、今回こいつ、すごい前のめりで走ってくるから、小走りしてくるから、全然当てられなかったもんね。めっちゃ難しかった。出たー、一番苦しめられたデロラゴ。こいつを森一発も外さずにこうクリアしなきゃいけないっていうミッションがあるんだけど、俺それできる気しないんだよな。アマチュアでなんとかならないかなーねー。いやー、こいつが一番苦戦したわ、今回のボスの中で。こんなむずくなってると思わなかったっすよ。で、エルヒガンテ。こいつも強くなったね。だからなんか、なんだかんだエルヒ、デルラゴ、ガラドールって、こう、中ボス級のやつに一回一回殺されてる気がする。いや、ほんとカプコンさんしてやったりっすよっていうところだよね。原作でやられたことがないんだけどね、エルヒガンテ。やられてたわ、そういえば。プロフェッショナルやってた時に、ボタン間違えてナイフで切ろうと思ったら、そのまま握って潰されてたわ、俺。パンケーキになってるわ、一回。で、ハゲだね。ビトレス・メンデスと。心優しき村長だったのに、ね、これ動き方タイラントと変わんなかったよね。だから多分それの、なんていうの、コンピューティングというかそういうの、なんか詳しいことわかんないけど、そういうの使ってるんだろうね。あれ、こんな尻尾長かったっけ、右腕。ベルテューゴ。今回でも右腕というよりは、なんか、ズシャっていう言い方をしてたね。まあ、でも結局、普通に戦えばこいつが一番強いんじゃないだろうかって思うけどね。わかんない。ロケランで一発にぶちのめしちゃったからな。あれ、こんななんか紳士的な感じだったっけ、ラモン・サラザール。なんか説明とか特にないんだね。ほら、ビレッジの時さ、なんか説明とか書いてくれてたじゃん。それがないよね、今回ね。残念ですね。で、クラウザー。あれ、ちょっとなんかイケオジになってるぞ、クラウザー。ね、右腕まで硬化してさ、なんかほら、原作の時左腕が全部縦にも剣にもなって、一人歩行&縦になってたん。矛盾してたけどさ。今回はね、右腕で握り潰されちゃいましたからね、頭を。ナシシルブッシャーってなってたからな。で、ラモンじゃねえや。オズモンド・サドラね。サドラ強かったね、今回。やっぱりラスボスにふさわしい感じがしたよね。ほら、原作の時は手榴弾とかバインスロアをぶち当てたらさ、それで一回一回気絶してさ、で、近くでマグナムぶっ放して終わりっていうのが繰り返しだったじゃん。今回そういうのないもんね。ちゃんと目を何回か潰されて爆薬物陳列剤するだけだったら全然倒れてくんなかったもんね。あ、これラストシーンね。ご神体一発でやっちゃったね。で、あ、これ最初の村ね。これどっちかってなんか原作に近くない？原作の方だよね。右側にトラックあって、建物の大きさ的にもなんか原作に近いなぁと思うけど。窓の位置とかね。これは村中央ですね。あ、村中央のこのコンセプトアートの時あれなんだね。まだ真ん中で景観燃やされてる図はないんだ。で、あー、湖ね。ニック木湖ね。はいはいはい。カラスが飛んでる。で、後ろに今回はお城がある設定っていうのを初めから見せておきましょうということだったんですね。手前で骨むさぼってるのあれカラスなのかな。カラスも結局肉食ですね。ほんと。で、これは？これどこだ？これあれか！レオンとルイスが捕まってた頃か。で、左側に見える、廊下の先にあるところで、Over here, stranger！ これあれじゃないの？原作の方になってんじゃないの？ねえ。なんかちょっとした手術台みたいなのが並んでたりしてるけど。
で、これが渓谷かな、うん、あ、渓谷じゃない、あの廃工場ですね。ここで、あの、徹底マウスを、あのチュドンチュドンしなきゃいけないんですよ。で、渓谷ね、これ難かったよね。ここ最初の難所だった、マジで。うん。だいぶ難しかった。ここでも卵枯渇して、あの、バイオシリーズでこんな卵枯渇するのってあったっけって本気で思ったもんね。悩んだわ、この時。こんなんあったっけ？最初の、あ、これあれか、村長の家か。そうだ、あの、今考えればこれちゃんと全部あるんだ。間違えてた。ね、村長の家っすね。はい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 、はい。村長の家も立派になってたもんね。で、ちゃんとあの、椅子、18年越しに、あの、ちゃんと座ってトイレができるようになってたもんね。で、これが養殖場と。うん。ここ行って、先にあれだね、湖来たんだね。で、あー、これか。あれ、これアシュリー？左。左で殺されるやつ見てんだ。森の祭壇。最初やられてんの、なんか金髪で短髪だったからさ、あれ、アシュリーこれ、いきなり首切られてんのって思ったけど、そうじゃなかったよね。あの、ハッチハイカーで、あの、神隠しにやってるんだって警察官の紹介があった通りで、そいつだったんだね。うん。これ左アシュリーだよね、これね。でも、おっきいおっぱい。で、ここが、ルイスと、キャッキャウフフするとかね、山荘っていう名前なんだ。はい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 。あ、で、左上にあの、あれだね、レオンが撃って落とすやつがあるね、木のところね。立派な家になりましたよね。なんか殺風景だったよね。で、あー、はいはい、あおー、あれ？アシュリーがいないぞ、この絵の中に。上にラモンが立ってるね。ラモンとお呼びください。あ、そうだ。次、あの、不採用案。こんなんあったんだ。これあれだよね、あの、ガラドール倒した後の部屋の、まあ、でもイメージのやつに近いよね。なんか、金カーンカンカンカン鳴らして開けるやつね、うん。そうそう。あの、次、アマチュア編で、まあ、ゆっくり、本当にゆっくりゆっくり、のんびり楽しんでいくっていう、ちょっと、原作と、あ、原作じゃないの、一周目と同じくらいの長期パートをやろうかなっていう風に考えてるんですけど、うん。まあ、その時にあの、日本語版でちょっと皆さんと楽しんでいきたいなというふうに思ってますね。で、水の広間ということですね。だからまあ、ちょっと武器もこれだけって、あの、ナイフとハンドガンクリアっていうのがあるから、でもそれやっぱ無限手に入れてからの方がいいのかな。ちょっとそこは考えます。はい。水の広間ね。ここもね、地味にね、何回も何回もやられたよね。やられたし、やっぱりなんだかんだ、ボウガンが鬱陶しかったよね。で、これは、漁師の間ね。はい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 。ね、口ずするいい響きの音が聞こえなかったなっていう、ああいうコミカルな感じ、今回バイオ RE4 全く見受けられなかったよね。うん。まあ、それはそれで、あの、その全く踏襲してしまったらあれだからね、ステージとかギミックとかそういうのが結構踏襲されてたから、それはそれで良かったかなって思うけどね。え？こんなんあったっけ？あ、これあれか。地下実験場か。あの、なんか縛り付けられてたおっさんがいたところね。ここでベルデゴと戦ったもんね。で、時計どうか。時計とめっちゃ水流れてんじゃん。その水を流す水力で、時計をカンコンカンコン鳴らしてると。まあ、2周目やってる時に気づいたけど、あの、2時59分で時計塔に入って、出てきたところで3時にちょうどなるっていうね、なんか、とんでもなく、あの、長い1分間の戦いみたいな感じになってたけどね。うん。で、これが、イニシエの祭壇ね。はい。いやー、まさかラモン・サラザールにやられるという、ちょっと屈辱をね、味わうことになるとは思わなかったけどね。やっぱリメイクすると強くなっていくんだなって思った人間は。うん。で、孤島の1号棟っていうとこですね。なんかレオンが真ん中で立ち尽くしてんな。これあれだね。一通り戦い終わって、この左サイドから入るみたいなシーンのところだな。最初はこんな風になってたのか、監禁室。あれ、スカートじゃね？ちょっとめくれないかな。無理か。あ、で、琥珀ですね。化石倉庫と。琥珀ね。これね、もうジュラパーだよね、これね、完全にね。うん。ジュラシックパークからヒント得たんじゃないかな、琥珀からこうやった、みたいな、こう設定にしてるっていうのはね。右下なんか確実にあの、カーノイで DNA からブラキオサウルス再生しましたっていうの、クリソスだもんな。で、あ、ルイスの研究室ね。はいはいはい。いやー、マジで、あの、絶叫じゃなくて、喘ぎ声が聞きたかったわ。そこがちょっと心惜しいっすね。悔しいっすね。日本語版になって、何さんだったっけ、あの、女性の人ね。あの人がちゃんと喘ぎ声でやってくれてるから楽しみですね。あ、宝箱ね。
これ青いのと赤色とね、入ってるのが違うのかな。うん、どうなんだろうね。じゃあロスイメ、じゃあロスイルミナルスかと思ったら青い、なるほどね。はいはいはい、トークンマシンね。トークンマシンでまだいいの手に入らないです。あのなんだっけ、あれが欲しいんですよ。ショットガンのチャーム、なんか 8% 移動速度が上がるってすごい楽しみだよね。あ、出た。なんだ、グリフィンドール貴族に、あ、戻ってきた。以上か。はい、気づいたら、はい、なんかもっとあるんじゃないかなって思ったんだけど、53枚ね、はい、無事、一周皆さんとすることができました。ということで、今回紹介ということだったんで、まあ、やる前、次のパートは、ちょっとできれば、なんだっけ、アートじゃなくて、フィギュアの方に行きたいと思うんですけど、フィギュアはまだちょっとね、全部集めきれてないところがあるんで、全部開放できるようになったら皆さんと一緒に見ていきたいかなというふうに思っています。もしかしたら、それが間に合わなかったら、ちょっとこれ出す数日前に撮ってるんだけど、あっちやるようにします。アマチュアで皆さんとしっぽりと、まあ、雑談でもしながら進める安心できるバイオ RE4 をね、皆さんと一緒にやっていきたいなというふうに思ってますので、ぜひそちらお楽しみください。では本日は以上となります。ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して明日もお付き合いください。バイバイ。